トワイライトファイルシリーズは、ラブファンタジーをテーマにして、愛情、友情、家族愛、制限のないさまざまな、愛情劇を、映画化した、そしてシリーズ化したものです。監督はもちろんなんですけど、キャスト、スタッフを含めて、毎回これ作品ごと異なりますから、内容の方も、サスペンス、またラブロマンスもあり、アクション、時にはコメディと、色とりどりの、作品構成となっています。ですから多くの方々に、楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。今回やっぱり新しい風を我々はこの映画というもので、作っていきたいと思ってます。ですから作品ごと毎回、新人を、起用するようにしております。ですからメインキャストとして、新人がこの作品には、毎回入っております。新人の起用については、毎回作品ごと、オーディションを行ってます。キラリと光るものがあれば経験がある、またない、問わず、主演に抜擢することもあります。ですから昨日まで、普通の生活をしていた人がいきなり、スクリーンデビューをするということも十二分にあり得るので、ぜひ、たくさんの方に、応募していただきたいなと思ってます。本日はお忙しい中、また今日は暑いですね。たくさんの方がお集まりいただいて誠にありがとうございます。恋する弁当男子はもう3月だったんですけど、とっても寒いというような時期での撮影で、もう暑さと寒さをスタッフ、キャストが、体感した2作品になってます。準備期間を入れますと約2年半近い歳月が流れて、今日こういう場で皆さんの前でお披露目できることを大変嬉しく思っています。スタッフ、キャスト、みんなで心を込めて作った作品です。ぜひ最後まで楽しんでいってください。基本的にラブコメディな作品なんですけど、今回は芝居を少しオーバーに大げさにやることを、心がけました。見てもらえる方に、笑ってもらえるというのはすごい難しいことなんだなっていうのを、今回、実感しました。料理する男の子、男子が今すごく増えてきて、なんかそんな男子たちの参考になれたらいいなと思います。そして私も男の子にお弁当作ってもらいたいななんてちょっと思ってます。コメディなのでオーバーに、表情とか動きとか演技したんですけども、映画はすごく見終わった後に、元気になれる映画だと思いますので、ぜひ劇場にも足を運んでください。本当に僕もこの作品携わるまでは料理とかお弁当作ったりっていうことはほとんどしたことなかったんですけども、まあ、今回は本当にいいきっかけになりまして、少しずつ今、チャレンジさせてもらってます。まあ、ワンシーンワンシーン本当に暴力なんですね。押したら壁にぶつけてここにあざができたりだとか、包丁を振り回すだとか、本当に合わせるのが大変な撮影だったんですけど、本当に楽しい撮影期間でしたので、まあ、見ていただく方にも本当に楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。今回の作品のコメディ部分になる高校生時代だったんですけど、どうやったら面白くなるかなとか、どうやったら楽しいかなっていうのをみんなですごい話し合って作り上げて、すっごい楽しかったです。初めての撮影だったんですけど、緊張せずにリラックスして臨めました。キャスティング決まった時にちょっと白石さんの存在感に押されて、俺はこの人の上司になれるんだろうかという、まあ、ところがあって、まあ、萎縮しながらちょっと演じてますけど、まあ、作品の中ではすごく適当に適当な編集長っていう、別に適当に演じたわけとかじゃなくて、適当な編集長を演じてますので、皆さんどうか楽しんでみていただければと思います。決めポーズをして攻撃するシーンがあるんですけど、それがすごく緊張しながらも楽しく撮影できたシーンなので、そこを注目して見ていただけたらなと思います。撮影する前にコーディナーさんが控室に来てくれて、で絵を描いてくれて、その絵がすごく面白くて笑ったので、それであまり緊張せずに撮影をすることができました。
そうか、皆さん役作りなさったんだ。私バーのママなのよ。オカマバーのママだから、そのまんまだから何にも緊張しなくてできました。ただ名前だけがババヒデオっていう名前で私に合わない。もうね、これだけはね、どうしてこんな名前にしたんですか。ちょっとのクリス松村です。オカマの、まあ、若い子ということで、まだオカマではないんですけど、まあ、いずれ大きくなったらオカマになるみたいな、そのなんか微妙な感じをなんか演じられていたらいいかなって思います。本当に現場では笑いの絶えない楽しい現場で、一足先に作品見させていただきましたけど、本当にその楽しさが前面に出た作品になっていると思います。今回の役で苦労したところは、やはりオカマであったということが非常に苦労しました。いざ本番となって僕の衣装であるタンクトップになった瞬間に、クリス・松村さんに、キャー気持ち悪いと、何この本物と言われたことが今でも覚えています。もう毎日すごく楽しく過ごさせていただけました。その楽しさが、映画に映っているといいなと思っております。よろしくお願いいたします。特にですね、ババヒデオ役のクリス・松村さんがカメラの回っていないところでもずっと思っておられたそうです。ちょうど映画は、ね、食べる食ということが、テーマになってます。ただこう食べるだけではなく、作る楽しさとかも、こう見ながら味わっていただけたらいいかなと思います。共演者の方々とああでもないこうでもないといろいろ奮闘してやったところが苦労したところでもあり、大変だなと思ったところでもありました。山崎先輩の役はですね、バスケ部のキャプテンで、みんなから、憧れの先輩で、役の中でも頂点になって本当に気持ちよかった思い出があります。いつも3人一緒ということで、動きやセリフのタイミングなど入念に3人で練習したので、そこを楽しんで見ていただけたらと思っています。映画の中で決めポーズをするシーンがあるんですけど、スパイス的なシーンになっていると思いますので、皆さんに楽しんでいただけたらと思います。西園寺のかつら向けを飛び越えるというシーンで、谷岡翔子ちゃんと一緒に息を合わせて飛び越えるというところがとても心に残っています。恋する弁当男子クランクインします。よろしくお願いします。はい、お願いします。風間亮役、斉藤翔太さんです。よろしくお願いします。僕はだって行こうとしないと。お味どうですか。めっちゃうまいですね。これはなんか彩りを重視したお弁当です。召し込ます。はい、ありがとう。やっぱり交互にやるちょっと横向きましょうか。ありがとうございます。どう？はい。ありがとう。なにこれ？メイキングとかあるの？いやー、映画だね。映画だね。メイキングあるなんて。どうしよう。映画よりこっちの方が私喋ったりして。メイキングの方が喋ったりして。ママ大丈夫ですか？平気よ。だって勝負するのは私じゃないからね。もしかしてりょうくんだ？マジですか？いや、無理です。ちょっと無理です。だって向こうのご指名なんだもん。まあ、一番最初にお弁当の話にしようと思ったのは、前にその、まあ、なんかのテレビのドキュメンタリーかなんかで、そのどっかの小学校が、まあ、月に1日だけ自分でお弁当を作らせる日っていうのがあって、で、まあ、その追っかけてるドキュメンタリーがあって、もう最初はもう本当にひどい、なんか焼きそばを詰め込んだようなタッパーに詰めただけみたいなお弁当を持ってた子が、その6年生の卒業する頃にはもうすごい綺麗なちゃんとしたお弁当を作る、自分で作って、で作るのも楽しいし、いや、よかったよかったっていうドキュメンタリーだったんですけど、まあ、これ、ああ、なんかこう物をこう作って成長していくっていうのがすごい
でそれが自分で食べれるものでっていうのが、うん、あいいなと思って、うん、でそれでなんかお弁当でなんかお話っていうのがないかなっていうのを考えてて、うん、でそれでこの話を、うん、監督作るの？作りますよ。あ、ほんまに？1週間に何回か作ったりするんですか？基本自分、毎日とか基本自分の会社には弁当を、お弁当持って、あ、じゃあもう監督自身がもう弁当だしそうなんですね。まあ、時代背景もありますけどね、今ね、まあ、男の子たちがね、お弁当を持ってきたりとか、うちもしてますからね、スタッフなんかね。実際でも会ってお芝居してもらったら、なんか結構まあ悪ふざけみたいなことも現場でいっぱいあったんですが、あのローリンネックのああいうのとかでもそういうのを結構いろいろ楽しんでやってもらえて、で本人からもいろいろこういうのどうですかとかアイディアも出て、その辺はすごく楽しんでやってもらえたんで、こっちもやりやすかったです。ああいう特訓の時の悪ふざけのああいうキャッキャキャッキャしたところと、あとその例えばあの歩道橋の下りとか、あ、公園の下りとかのああいうしっとりしたところで、やっぱりきちんと、あ、役者やなってお芝居を見せてくれたんで、あれはもうカメラも基本カット終わらずに押せるとこまで長回しで行こうと思ってたので、で結局もうほとんど終わらずにお芝居で押せたんで、あ、やっぱりよかった、斉藤君でよかったなと思いました。演技のいい感じっていうのを出せればなというのをと思ってたのと、まあそれがそうですね、やっぱ役を作っていく上である程度基本の彼女の線としては、そういう元気のいいガッツのある女の子っていう、山本さんの元気な一面があり、男っぽいガサツな部分もあり、またモデルという非常に華やかな部分もあるんだけど、とっても弱い、うん、そこら辺のシーンがこう目白押しで出てますからね、そこをこう見てあげられるとですね、お客さんの方割とその編集長とあと編集部員の話とかを組み立てていくのに、割と結構ざっくり流れだけ作って、あとはお任せみたいな流れも多少あったんですが、それも結構楽しんでやってくれて、で結構まあこっちの言うことも無理難題も結構あったんですが、こういう流れでなんか面白い動きをしてくださいという丸投げなとこもあったんですね。それも結構ちゃんと答えてくれたんで、話の狂言回しというか、飯田さんを経て話が動いていくくだりが多くて、その一番最初の出会いもありますけど、その後その斉藤君にお弁当を勧めたりっていうキーの部分が割と飯田さん経由で話が進んでいくっていう部分があって、なんかいい笑顔してくださいって言ったら、もう本当にパッと本当にこう、あ、眩しいぐらいのいい笑顔をしてくださって、あ、これがやっぱり国民的アイドルの力なんやな、もう間近に感じたけどね。